いつ殺すのチョロソウ。あとは簡単だ。タクナミは断ればどうせいつも一人で飲んでた新規臭いところには誘ってくるはずだから。そこで何とでもできる。道添先生は柔道の有段者で腕っぷしが強いと聞いてますけど。知らん。一服持ったかもしれないし、背後をついたかもしれないし、武器を使ったのかもしれないし、そんなことはわからない。そうだ、もっと手っ取り早く無防衛にさせる方法だってあるよな。それはまあそういう感じにの雰囲気に持っていけばね。そんな目で見るのは個人に失礼だ。で、最後にお前が修羅を消え続けている本当の理由を教えてやる。お前が言うな状態だった今ね。お前、もう一人殺してるだろ。沼田？もう一人？修羅ばっくれるのは沼田だよ、沼田。沼田くん？これは目撃証言があるんだよ。お前と沼田は火曜日の報告にわざわざ別棟の空き教室で、二人きりで話してるのを見たってな。話してたね。目撃証言って誰がそんなことを。そんなの誰だっていいだろ。それよりも事実なのか。話してはいたけど。それは相談があるから人目につかないところで話がしたいって沼田くんから連絡があったんです。男だと思い込んでたけど、男じゃなかったんだ、主人公。あ、だから道添えあんな。私の場合は球技も得意だから適任っちゃ適任なんですが、拘束時間が長いから大変ですよ。こいつうざいな。自分のこと自慢してあげたかったんだ。はい、じゃあ、今日からね、また別日で収録となってます。なんかね、すごい修羅場で、めちゃめちゃ気になりながらも、これプレイするのね、2週間ぶりぐらいなんですよ。はい、やっていきます。そんなの誰だっていいだろう。それよりも事実なのか、何の話だっけ？それは、相談があるから人目につかないところで話がしたいって、沼田くんから連絡があったんです。なるほどな。そこは認めるんだな。もしかしてと思って沼田の家に電話をしたら案の定だったぜ。あいつは火曜日に学校に行ってからまだ家に帰ってないんだと。これからなんか遠くに逃げる的なこと言ってたよ。え？どうせお前が殺したんだろ？どうしてそうなるんですか？私は空き教室で少しの間彼と話をしただけです。そうだ、動機は何ですか？私には二人を殺すような動機はありません。過少申告するな。霊を入れて三人だろ、三人。ああ、うん？そうなの？動機はあるだろ、相沢の件の復讐だ。復讐？どうしてそういう話になるんですか？お前、相沢と付き合ってたんだろ。相沢って亡くなった子だっけ？え、何を言ってるんですか？そもそも私は女ですよ。いや、今時そういうの関係ないんすよ。今更何言ってんだ。お前がそういう思考ってのはバレバレだ。生徒会で一緒の時に俺が少しこんなかけても全く興味がなさそうだったからな。間違いないだろ。こいつ気持ち悪い。こいつの思考気持ち悪いんだけど。もし仮に私が性的マイノリティだったとして、なぜ私が相沢さんと付き合っていたって話になるんですか？私は5つも年上ですよ。関係ねえ。それも関係ねえ。5つ年が離れてたら何だってんだ。女同士で恋愛関係になるぐらいだ。年が10や20も離れてたってなんてことないくらいだろ。さて、実は面白い事実があってだな。ん？俺たちは生徒会だった頃に、近所の小学校との交流会を企画していたのを覚えてるか？覚えてるかってこと、この二人は小学校からの知り合いなの。それとも話をしたってこと？ダメ元であの時の記録をこの間引っ張り出してきたんだが、ビンゴだったぜ。あの企画の担当は武田、お前だった。そして、対面となる小学校側の学級委員が、去年死んだ相沢だった。はあはあはあ、なるほど。関係性はあったと。実務は任せていたからわからないが、いろんな進行が随分スムーズだったのを覚えている。おそらく何度も下打ちはそうしたんだろう。そこで手を出したんじゃねえのか。え、でも相手小学生ってことだよね。え？そんないい加減な。ここら辺では立校といえば名門で通ってる。こっちは憧れの立校生、相手は好奇心旺盛な小学6年生。お前の性癖を考えたら手掘りす流れになって当然なはずだ。え、待って。え、当然っていうのおかしくないっすか？え、人をあなたみたいに言わないでください。あ、そうだね。高校生手出してるしね。おいおい、教育実習の初日から教え子に手掘りしてるやつがどの口で言ってんの？え、そうだね。黙ってる。お前と違って向こうは女子高生だからな。深見の視線を見てれば気づくやつは気づく。深見って誰だっけ？
お前の実習期間が終わったら深見に教室でどんな境遇が待ってるんだろうな。え、何の話？まあそれを置いといて、とにかくそこから相沢との関係が始まったんだよ。その時に味を占めてから教職を目指してってとこか。固定観念がまだ確立されてないから、同性相手の抵抗も未成年の方が少なそうだしな。毎年大量の生徒が入ってくるから、そもそもそういう思考のやつも一定数紛れてそうだし。急に黙ってどうした？図星か？俺は生徒会長になったのも教員になったのも不純な動機だから、お前を責める気はない。開き直ってる。と話を先に進めるか。まあでもそういう不純な動機抱えてさ、実際、小学校の担任の先生とかさ、先生になる人っているじゃん。マジやめてほしいよね。と言ってももうそこからは単純だな。殺された3人には完全に恨まれる理由があるからな。あの3人はいじめの実行犯。例は俺の女ではあるけど、ろくな奴でもない。道沿いと沼田はクズ。動機としてはこれ以上ないだろ。違います。全然違います。何がどう違うんだ？相沢さんと過去に接点はあったかもしれないですが、全く覚えてませんし、その後の交流もありません。話にならねえな。本当です。大して知りもしない人が死んでも、私からしたら特に興味がないんです。そもそももう死んでいる人間のために死刑になるリスクを犯すなんて信じられません。犯人じゃないってこと？3人も殺したら死刑が確定って言うじゃないですか。絶対にありえません。そうだな。3人も殺したら死刑は免れないよな。だから自白なんてするはずではないな。でも自白した方がいいってなんか言ってたね。なんか生徒の一人がさ、近づかないで、近づかないでください。俺は正直に話すと言ったはずだ。そうすれば何もしないって。正直に話す気がないのならそういう気になってもらうしかないよ。そういう気って？俺はな、ムカついてるの。例の体内に俺の精液が残ってた。内添えが失踪した夜、俺とも飲む予定だった。完全に俺をはめるつもりだったんだろう。そんな知りません。嘘をつけ。ああ、どうしました？なんだこのキーホルダーは？なんだこれは？おい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 、これは例のだろ。ここのかすれ具合、どう見ても例のだ。おい、どうしてお前がこれを持っているんだ？これは用務員さんに渡されて。下手な嘘をやめろ。拾ったものをお前が家に持って帰っているなんておかしいだろ。違います。阿久津主任に渡そうとしたのに面倒だって断られたんです。ああ、それは確かにそうでした。本当です。嘘は一つもついていません。話になるに近づいてきた。多少の無理をしてでもお前にきっちり口を割らせるしかないな。万が一にも犯人にされたら殺されちまう。あ、死刑だから。やめて、やめてください。近づかないでください。言っとくけど俺は悪くないからな。三人も殺した上に俺をはめようとしやがって。しかも、しらばっくり続けるお前が悪いんだ。助けてください。高校時代から同性愛者だって気づいてたけど、ずっと黙っててやったのに。ちょっと包丁を投げたまま近づかないで。今回の教育実習だって割と無理言って俺のクラスで受け入れることにしたんだぜ。いろんな内部情報をやったり、言い寄ってくる道沿いを抑えたり、面倒見てやっただろ。なのに俺をはめるような真似をしやがって。だ、びっくりした。急に猪木始まったかと思った。なんだ？警察だ。住居侵入罪と銃刀法違反の疑いで逮捕する。あの警察官？あいつかな？話してやめろ。俺じゃないだろ。ここに殺人犯がいるだろ。いやいや、どう見てもお前よ。おとなしくしろ。話は署で聞く。ナイフ持ってたやん、お前。現行犯よ。ふざけるな。話を聞いてたろ。犯人は俺じゃない、あっちだ。話は署で聞くと言ってるだろ。はい、さよなら。あ、いつもの警官、どうしてお前が。佐藤さん、本当にありがとうございます。佐藤さんがいなかったらどうなってたか。いえ、お力になれて光栄です。でもさ、この女の人さ、あいつ使えたらいいやつだったなとか言ってたよ。それに石山は重要参考人として名前が出てはいたものの、任意の事情聴取に応じず我々も困っていたんです。取り調べを行う明確な理由ができました。まずは一転じて不ことなすといったところです。そう、こんな無能な国家の犬どもが、俺の話を聞いていたのが、逮捕すべきはこいつの方だろう。ほら、いつもこんな感じで傲慢に私のことを見下しているんですよ。ああ、なんかイケメンがおるけど、なんか嫌な目で見てくる的なこと言ってたけど、あいつのことやったのかい。困った人です。職場の同僚として申し訳ありません。ただ、私からもいろいろとご説明することがあるように思いますので、後ほど伺います。
いえいえ、まずは石山の取り調べです。何かありましたら担当の者からご連絡するようにいたしますので、よろしくお願いします。俺はやってない、犯人はこいつだ。では我々が失礼します。犯人も検挙できましたが、引き続き警戒してください。鍵もチェーンも壊されていますけどね。というか佐藤さん、チェーンは全然意味なかったじゃないですか。失礼しました。冗談ですよ。あの時私のことを安心させてくれたんですよね。ありがとうございます。そっかね、なるほどね、なるほど。なんか男の人が帰るのにわざわざそのスパイまで送るっていうのが変だなと思ったんだよな。女の人だったら納得かも。こっちの実習は昨日までですんで。実習？これから荷物をまとめて、あ、退去します。ああ、この人の話か。そうですか。ありがとうございました。早く帰るの。うわー、こいつやってる。何これ？こんなことってある？去年の事件の関係者はみんな死んで、石山さんが警察に捕まって、こんな一件落着って普通ある？私って結局はついてるんだ。あとはもう簡単に荷造りしたら我が家に帰るだけ。奇跡的なハッピーエンドを迎えることができて本当最高。こいつやば。え、なんなのマジで。エンディングロール流れ始めたんですけど、あれ？どういうことですか？結局あの実習生の人がやってたってこと？やっぱそうだったの。やっぱ恋人で、恋人同士つながりがあってそいつらへの復讐ってこと？何ですか？ちなみにね、エンディングロールは、エンディングロールの曲は、ルルラン、ダン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 、ダン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 、ダラダン、ダラダン、喫茶店で流れてそうなやつです。多分これも曲差し替えてると思うんで、なんでなんかこの、無事ちゃんちゃんで終わりましたみたいなさ感じの曲に、お、誰か来たよ。誰か来た。あれ、佐藤さん。佐藤って誰だっけ？じゃなかった、ごめんなさい。あなただったのね。佐藤さんって誰だっけ？こんなところまで来てどうしたの？たまたま前を通ってたら警察が石山先生を連行しているのが見えたので気になって。何かあったんですか？本当は何も話してはいけないと思うんだけど、あなたにだから伝えておくね。一連の事件の犯人が石山先生だったみたい。え、石山先生が？私も驚いたけど、さっきここで私も襲われた。今まで長い付き合いだけど、見たことのないすごい剣幕でびっくりした。ほら、ここのチェーンが切れてるのだって、石山先生が中に入るためにやったんだよ。それで先生は大丈夫だったんですか？大丈夫と気丈に言うべきなんだろうけど、さすがにちょっとまだ怖いかな。先生。あ、ずっと立ち話をさせちゃってごめん。今からここ片付けて出ていくし、せっかくだからお茶でも飲んでいく？はい、私でよければお話を聞きます。ありがとう。じゃあお湯沸かすね。電気ケトルまだ片付けてなくてよかった。美味しい紅茶があるんだ。それにしても離れる前に会えてよかった。まさかあなたが訪ねてきてくれるなんて。くずみさん、くずみさん、くずみさん、あ、目が覚めたんですか？思ったより早かったですね。
ちょっとこっちが話しているときは静かにしてほしいんですけど。いいですか？静かにしてください。首は動くようにしているんだから、それで意思表示してください。いいですね。まあ、クズミさん、あなたが黒幕だろうとは思ってましたか？ダブル黒幕いたんだね。あんまりここに長居するつもりはないので、単刀直入に言います。篠岡道沿い沼田の3人は、私は殺しました。あ、静かにしないとこのまま流し続けますよ。え、言っときますけど、出力調整してるので、あまり長い時間流すとこれだけで十分死ねますよ。え、じゃあこの女の人何なの？先生がうるさいから話の腰を折られました。今からはいいところなのに。三人を殺したのは私です。動機はたった一つです。わかりますか？え？殺されたから？その、なんとかちゃんが？なんで首を横に振ってるんですか？落ち着いて考えてください。わかりますか？え？この先生は何かやったってこと？私の親友を、相沢たまきを殺したから。先生が、いや、お前がなぜそれに気づかない？なんで先生を襲う必要があるんですか？じゃあ。すみません、私もちょっと落ち着きます。ずっとあなたに言いたいことがあったのに、うっかりし慣れてしまっては残念なので。残念。私にとってはどうでもいいことなので、先にどうやって殺していったかが教えますね。まずは死のうか。死のうか？死のうかはかなり頻繁に石山先生と体育倉庫で不潔なことをしていました。ことが終わると先生を去り、死のうかは中庭で一服します。水曜日に先生が遭遇したようにしましたね。中庭では人目につく可能性があるので、玉木のことで話があると言って、裏門まで連れて行きました。はい、それで、ああ、なぜ死のうかが私の言うことを聞くのかが引っかかっているんですね。簡単です。後で話しますけど、玉木のことで表に出ていない事実を私が知っているからです。とりあえずどうやって殺したかが先です。専門のあたりは、裏門のあたりは人目がほとんどありませんが、念のため死角を作ってからこれで気絶させ、裏門で車に乗せて、あ、車？運び出しました。お前車運転できんや。玉木のご両親に手伝ってもらおうかと思ったのですが、かなり大きな罪に問われる可能性がありそうだったのと、計画自体をやめるよう説得されても困るだけなのでやめました。はい。というわけで別の協力者の手を借りました。誰？え、もしかして誰だか気づいてません。やべ、見透かされてる。これまでの情報でわかる気もしますけど。あいつが体育教師か？たまに話題に出てましたけど、やっぱりその程度の注意力でしか生徒を見てないんです。もしくは女生徒を物色することに忙しいからなのかもしれませんけど。え？車運転できる協力者？大人だよね。それより先に道沿いです。結局誰やった？道沿いはほとんど石山先生の推理通りですね。飲みに行く予定だとは知っていたので、先手を打って先生の名前を語ってメールで呼び出しました。先生の名前と誕生日でアドレスを準備して、それっぽく誘ってみたら簡単に釣れました。あれだけ人間が下劣だと罪悪感の持ちようがないので助かりますね。持ち合わせの場所からして人目につきにくい場所だったので、偶然を装って通りがかったふりをしてから隙をついてこれです。抵抗されたらまずいと思い出力を上げすぎたせいで、白の目を向いて倒れちゃって、意識が戻らないんじゃないかって心配しました。あ、違いますよ。どうせ殺すんですから。ちゃんとそれなりに償ってもらうためです。殺す前に確認することもあったので。え、確認することって何なの？最後に沼田ですね。これも人目のつかないところで先生と約束を取り付けてくれたんで楽勝でした。ホラー愛を見て先生をライムで呼び出して、あいつが一人になったところで入れ替わりで入っていったんです。わざわざこそこそ会っているのに、二人で部屋から出ていくことはありえないですから。私を見た途端にあいつは部屋から出て、先生を追いかけようとしたので、すれ違うところでこれです。幸いなことに、裏門から近かったので、台車に乗せて段ボールをかぶせて車まで運びました。え？
あれ、え、体育教師じゃない。